はい、こんにちは、ジャムチャです。今日の戦績、今日は、これちょっと有名なとこなんですよ。あの多摩にある、複合陣地っていうところですね。東金市多摩にあるんですよ、複合陣地。今日はちょっとここに潜入したいと思います。では、はい、今日もね、勇敢な福本さんが先頭です。あ、コウモリさんいますね。起こさないように中入っていきます。ここね、すごい狭いとこで、あの体育座りの状態で前に進んでます。こっちは階段があって下りですね。すごい立派な陣地です。ここは塞がってますね。こっちにもありますね、部屋が。ちょっとまず広い方へ行きます。うわ、コウモリさんがいっぱいいるね。お、コウモリさんがいるからゲジゲジが少ない。これは嬉しい。あ、こっちは閉塞してますね。さっきね、こっち入り口見つけたんですよ。そしたらね、ちょっと狭くてこれは無理だなと思ったら、やっぱこんな状態でしたね。こっちが来た方向ですね。コウモリいっぱいいます。ゲージが少ない。あ、でもいることはいる。少ない。じゃあさらに奥の部屋へ行きます。ここは多摩の複合陣地で、放出がね、なんか3個あるらしいんですよ。こっちが多分放出の方ですね。この奥の放出があると思います。こっちは上りですね。お、ありました、放出です。まあちょっとね、崩れちゃってて丸見えの状態ですけど、まあ、こっから大砲のね、方向を出してバンバーンと発射したわけですね。はい、来た道へ戻ります。じゃあさっき行った方ですね。こっち来た道ですけど。はい。まっすぐですね。で、左行って何ですね。で、左に放出が多分、はい、さらに2つあると思います。こっちは下りです。お、滑りそうで怖い。階段があります。これは珍しいですね、階段があるっていうのは。コウモリさんいますよ、ほら。コウモリさんがいるからね、ゲジゲジ少なくて最高です、ここは。もうビビリなジャンボちゃんでもね、さすがにちょっとゲジゲジ見ると、もうさっきもすごいいっぱい見てちょっとビビってたんだけど、今日マムシまで見ちゃったからね。結構下ってきましたね。はあ、もう1分くらい降りてますよ。おお、出た。こっちは、うわ、奥も深いですね、まだね、はい、で、多分こっちも放出ですね。ここで終わりですね。あ、終わり、はい、あ、本当だ、閉塞。戻ります。本当はね、下まで行けるらしいんですよ、そこ。だけど行かせないように、なんか
埋め戻ししちゃったみたいだね。あのここすごいね、広い。これ明かり大きいですね。うわすごい、真っ直ぐ広いわ、広い広い。重質の気配やっぱり。ああ、でもね、あのちょっと尊敬する八雲さんがの解説ではね、ここがやっぱ放出で、でそこのなんかね、このなんか空いてるスペースがそこになんかあの弾薬をね積み上げてたんじゃないかって、だったら重質だったらこのあれが必要ないっていうなんか解説をしましたね。こっちは北方向です。で今度一番奥行きます。おお、あ、これは多分爆風よけってやつですかね。ちょっとこの掘って、おお、崖っぷちかな。ない、ここがマックスの崖っぷち。でもまあ大丈夫でしょう。ごめん、ちょっと行ってみます。これ3個目の放出です。おお、崖っぷち、おー危ない、危ない。ふかふかしてますね、随分。うわ怖いな。これでも大砲ボーンと打った瞬間に崩れなかったのかな。それが心配ですね。ここ可愛らしくていいですね。これ爆風よけですよね、はい、でボーンと打った時こっちに風が、あと敵に撃たれた時のね爆風が。でもここはそんな肉が熱くない場所ですよ。ちょっとなんか園芸かなんかに使えそうな柔らかい土の、そうですね、ちょっと崩れそうで怖い。もうそんななかったみたいですね。では外に出たいと思います。外出ます。いや素晴らしい豪でした、このホース三つ間ってね。でこれもう見事ないい仕事してますよね、当時の兵隊さんが。でこっちは行き止まりですね。なんか下まで続いてたらしいんですけどね、結構ほら子供が入っちゃったら危ないんでね、塞いじゃったっていう噂が。ちょっとこれゴミが、戦績にゴミがあります。ちょっとね、これちょっと戦績きれいにしましょう。ちょっとゴミ拾います。ちょっとね、表に置いときます。階段上がります。わこれ結構階段つらいで、ね、降りるときはスイス降りたけど、これアルミじゃないか。どうしました。いやこれペットボトルから水が。出口ですね。これもちょっとペットボトルあるんで、これじゃ拾って中きれいにしていきます。ちょっとゴミ掃除していきます。ちょっとね、必要なもの見せていただいたんで、あっちが出口です。じゃあ出口出ます。実はね、この木の下にあるんですよ、これ。ね、この根っこがすごいですよね。ちょっとあんまり見るとゲディさんいそうなんで、怖いんで、もう出ちゃいます。よいしょ、出し、よし、出て。ということで、今日の成績以上です。多摩総合陣地から、そう。
動画紹介しました。ではまた。